やるのはね、本当に久しぶりで、もう半年以上やってなかったような気がします。ということで、メンバー紹介します。オンベース渋谷、ジョージア・オン・マイ・マインド、そしてブルーバザーズのテーマ、ラチンをでっち上げてみました。本当に久しぶりだね。いやいやいや、まあ今日はね、今日ユニフォームっていう感じでね、揃えてみましたが、これね、思いつきついたのはね、この前マサヤンがガトスっていうバンドの時にね、引っ越しの最中、そのもう引っ越しもうすごいタイム、一日のタイムテーブルの中で引っ越しが終わって、そのままライブに駆けつけたという状態で、完全なるジャージでまさに来ておりまして、それが意外とね、面白くてね。で、俺は朝ランニングをして、この学校で走って着替えようと思った時にふと思いついて、今日ジャージソロ、ジャージ縛りで行くねってね。今日10時頃メール来たからね。車に止まったわ。やってみました。ということでね、もう本当にね、このメンバーでやるのは久しぶりなんで、昔からやった曲をもう一度リハをしまして合わせてきましたので、聴いてください。スティービー・ワンダーの曲でね、アプレス・イン・ザ・サンっていうのがあります。太陽の当たる場所。とかく辛い人生ですが、前を向いて歩こうよ。そうするときっと太陽の当たる場所があるから、めげずに頑張ろうぜという人生の応援歌でございますね。それをやりましょう。途中でね、ムービングオン、立ち止まるな、歩き続けろというフレーズがありますので、そこは皆さんでご唱和してくださいね。Like a long, lonely string, I keep running towards a dream. Moving on, moving on, moving on,
tree. I can preach it to be free. Moving on, moving on, moving on, moving on. There's a place in the sun where the hope for everyone, where my poor restless heart got to run. There's a place in the sun, and before my life is down, got to find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get to worry from the load. Go away now, moving on. Go away now, moving on. Like this tire troubles us, I get to worry from the bus. Go away now, moving on. Go away now, moving on. Hey, what is wrong? It's all. ありがとうございました。アプレイス、インドスター。はい、分かりましょう。どうぞ。なんかこういうの一時流行ったよね。あの芸能人でもキムタクとかさやってて、なんか奥田民生が広島球場でライブを
弾き語りのライブをやった時の写真を見ると、ジンベイにこういう手ぬぐいを巻いてやっておりましたね。では、まあ、本当ブリーフは僕が弾き語りでなんかやってる曲を中心にバンドアレンジしてやってるんですが、まあ、結構ね、何が好きっていうか、いろんな音楽が好きなんでね、いろんな、まあ、ジャンルというかね、ものをやって、おるんですが、意外とロックは少なくてね、あんまりやってないんだけど、この曲はロックの名曲です。ザ・ウェイトというね、昔イージーライダーという、アメリカンニューシネマがありましたが、それにロックの名曲、いろんな曲が使われて、有名なのはステッペンウルフのワイルドで行こうなんていうのがありましたが、それとともに、後々まで名曲として残った曲で、ザ・バンドのウェイトという曲があります。この曲の日本語バージョンのいい感じの詩があるので、それでやってみます。これ聞きどころはお二人のコーラスだっけ、はい、そうだね、はい、コーラスとかね、後ろの人がやっちゃうからね、聞いてな、はぁ、Solo.
ザ・バンド、ザ・ウェイクという曲になりました。だからコーラス、ヨウさんしたでしょ。じゃあね、そう、やっぱりね、その頃僕が夢中になった曲があります。僕は高校から大学の頃かな、まあ、その頃ね、日本語の日本、まあ、テレビでぼちぼち、ギターを持った人がテレビに出るようになって、それまではね、ギター抱えて歌うような人はね、あんまりテレビに出なかったんでね。で、吉田拓郎とか、ああいう人たちがヒット曲を出し始めて、まあ、それから別に今じゃね、その当たり前になったんですけど、昔はギター抱えて歌ってるっていうだけでドキドキしたもんです。まあ、そんな頃、日本語のロック論争というのがあって、日本語はロックになるかどうか、いや、なる、ならない、なんていうね、論争もありました。その中で見事に日本語をロックにしたグループがいます。ハッピーエンドです。ハッピーエンドの名曲、風を集めてというのをやります。街の外れのセロビスタ路地を散歩してたら、シミだらけのもや越しに起きるけど、路面電車が集めて風を
ありがとうございます。じゃあ、失礼します。まあ、今日のイベントというかライブは、まあ、ゲイリー、ふんどし、よし企画みたいな感じで、これでもう5、6回やったのかな。昔のサーモンをやった頃から合わせると7、8回やってるのかな、うん、今日の出演者たちは今から約どうだろう10年ぐらいかな、10年ちょい前ぐらいに、来た、うん、そう、今日のメンバーね、大体出演するメンバーは今から10年ちょいぐらい前に相模大野のあたりで知り合って、まあ、それからね、あの一緒にライブをやったりライブをお互い見合ったりして、来てるんだけど、それが今でも続いてて、まあこの企画なんていうとね、同窓会的な感じがあってね、非常に楽しみにしてるんですけど、まあ、音楽やってるとね、いろんな人と知り合うんだけど、やっぱりね、気の合う人と気の合わない人、友達っぽくなれる人とそうでもない人っていうのはいるのかな。だってね、結果的にこうやって今でも集まって、やなんて言ってね、言える仲間ができたっていうのは非常にね、音楽をやってて嬉しいことでございます。ということで、 You've got friend、辛くなったら私を呼んで、私はいつでもあなたのそばにいるよっていう曲ですよ。When you're down and troubleAnd you need some love is care. Nothing is going right. Keep your head together and call my name out. And soon声で何か飛んじゃった。Oh, out my name, and you know whenever I am, I come running to see you again. With the spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will.Oh, you got a friend. If the sky above you goes dark and full of clouds, and the old north wind begins to grow, keep your head.Oh, but don't you like
ありがとうございました。You got the friend でございました。じゃあ、締めますか。締めはね、ちょっとスペシャルなことを考えたので、それをやりますよ。今日の出演の歌姫2人に来ていただいて、一緒に歌っちゃうよ。まゆこちゃん、姉ちゃん、どうぞ。もう一個マイクを。ゲイリーとやった後にマヤコ、イチローさんとギターデュオで演奏しますが、その間ケンちゃんは私と遊んでくれるだろうか。今クルッとこっち見ましたけど。今日寝るんじゃないかって。寝る。もくろんでる。準備できました。はい。では、表寒いよね、Baby It's Cold Outside という曲があります。これはね、アメリカのミュージカルの中で使われた映画なんだけど、まあ要はね、初めてのデートをした、男女が、まあデートが終わって、とりあえず男性のうちに女性を、お迎えして。男としてはね、やっぱりね、今日決めたいぜみたいな気持ちがあるんですよ。女の子はね、まだそんな気持ちじゃないのか、それともたかるだけたかってバイバイしようという最初からそのつもりなのかよくわかんないけど、まあそんな男と女の、葛藤を描いた問題作でございます。じゃあそれをやってみるか、久しぶりだね。すぐ出ますか。出ない。じゃあ感想はスキャットを3人で回しましょう。ここにある。じゃあせっかくだから感想をトロン深田さんにやっていただいて。じゃあ行ってみましょうか。 Baby It's Cold Outside、 表寒いよね。すごく寒いよ。ダメなのよ。
風も強いよ。楽しかった俺もだよ。ブリーフブラザーズでございました。では今日はまだまだ素敵なバンドがいっぱい出ます。お楽しみください。